み、ホノレプチャンネルです。前回の動画ではトゲアガマの産卵動画をお送りしました。産卵シーンは前回の動画から見てみてください。今回の動画では前回の動画で発生した卵が出てこない問題に対しどのような対応をしたのかお伝えしていこうと思います。それでは前回の続きからどうぞ。産卵日の翌日も卵は出てこなかったため病院に連れて行くことにしました。その前に自宅で対応したことを2つ紹介します。1つ目は水分補給です。産卵後のメスはかなり痩せ細ります。トゲアガマの場合は特に尻尾の裏側が分かりやすく、このように脱水状態や栄養状態が悪くなると尻尾の真ん中に筋が浮き出てきます。ザベスさんは前回の産卵後もきちんとお水を飲んでくれました。この時はペットボトルのキャップにお水を入れて口元に持っていくとすぐに飲み始めました。2つ目はカルシウム剤の経口摂取です。妊娠中の母体は卵に栄養を送るため健康の時と比べてカルシウムが不足してしまいます。またカルシウムには子宮を収縮させる働きがあるため今回少しでも子宮収縮を促せるように投与してみました。2つ目はあくまで私の考えになるので参考程度にお願いします。きちんと病院の先生に相談してください。排卵が止まり1日様子を見ましたが出てこなかったため動物病院へ行きました。初回受診時はレントゲン撮影、採血、点滴、子宮収縮剤の投与をしていただきました。画面左が背面から撮ったレントゲン、そして右側が横から撮ったレントゲンになります。子宮収縮剤を投与して自然に産卵できれば一番良かったんですが残念ながら出てこなかったので卵管切除術を一緒に行う帝王切開に切り替えることになりました。卵管の切除は強制ではないと言われましたが次の出産時に子宮破裂のリスクがあること、もしまた次に卵ができて同じ状態になってしまった場合の母体への負担も考えて卵管を切除してもらうことを決断しました。手術は無事成功し10個の卵が摘出されました。ザベスさん自身も1週間ほど入院したんですが無事に退院することができました。家に帰ってきたばかりのザベスさんがこちらになります。かなり痩せてしまいました。帝王切開の傷がこちらになります。本当に出産は命がけですね。入院中はなかなか経口摂取ができなかったということもあり点滴で栄養の管理をしていただいていました。
先生曰く、もしかしたらお家に帰って安心する場所に戻れば口から食べることができるんじゃないかということで、少し早めの退院になりました。実際にお家に帰ってからは割とリラックスしてくれてて、さすがに産後ということもありぐったりはしていたんですけど、お水もすぐに飲めるようになりましたし、食事も次の日あたりからは食べてくれるようになりました。本当によく頑張ってくれました。動物病院によって差はあるとは思うんですが、今回の検査費用、入院費用、手術費用全部合わせると約7万円かかりました。全部自費です。まあでも生き物を飼育するっていうことはこういうことですからね。何かあればすぐに病院には行くようにしてください。今回も早め早めの決断が功を奏したのかなと思います。次回の動画では産後の経過についてお伝えしていこうと思いますので、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。